皆さん、こんにちは。あじまです。今回はですね、オートフォーカスについてお話ししていきます。今回の動画を見ていただいているメリットは、オートフォーカスの種類と、それぞれの特徴、位操作 AF、増面操作 AF、コントラスト AF、それぞれのメリット、デメリットであったり、私の経験談ですね。で、その結果、それぞれのオートフォーカスシステムについて、どういったものがあるのかっていったところを把握していただくことが可能になっております。 先日ですね、こんなご質問をいただきました。ジまさん、こんにちは。えカメラのことをいろいろ学んでいると、オートフォーカスに複数の種類があることを知りましたとで。ファインダー撮影とモニター撮影で採用されている方式が違うカメラもあったりと、正直混乱しております。それぞれの違いを、まあ、理解するのが難しくて、解説していただけるとありがたいですとで。私の回答、下の方ですね。ご視聴いただきありがとうございますと。 画像面操作 F とかコントラスト F、位差 a F など、オートフォーカスって種類がいっぱいあって難しいですよねと。とそれぞれのまあ特徴、利点、欠点みたいなものを含めてざっくり語ろうかなと思います。近々ね、動画作ろうと思いますのでお待ちくださいという内容になります。で、心当たりありませんかって言ったところで、そもそもオートフォーカスに 種類ってあんのであったりとか、オートフォーカス方式ってそもそも何なん,なんであったりとか、コントラスト AF って、うん、今となっちゃうもういまいちなものになっちゃってるのであったりとか、増面操作 AF ってやっぱりいいもんなんですかであったりとか、光学ファインダーとライブビュー撮影時ですね。この光学ファインダーとライブビュー撮影時何が違うのって言ったところ、私はですね、以前まで特別、 オートフォーカスのま方式にそこまでこだわりはなかったです。ただ、ミラーレスのカメラがですね。台頭してきたことであったりとか d 7 8 0このカメラですね。 買い換える時に結構まあ注目し始めたっていたところがあります。で、ピントを合わせるまあ技術的な話になってくるとかなり複雑なので今回は割愛しますね。ただ、どういった特徴がそれぞれのオートフォーカスにはあって、カメラの買い替えの時の参考としてまあ把握できるぐらいのまあざっくり感でお伝えしていこうかなと思います。今回もジマチューブスタートです。島チューブはい。改めましてジマです。 いつもですね、動画ご視聴いただきまして、ありがとうございます。このチャンネルですね、あの、登録していただきますと、有料級のですね、撮影知識を学んでいただけますし、写真のコミュニティ感っていったものですね、下のコメント欄なんかを通じて、楽しんでいただけるかなと。あとはですね、カメラ情報をまあ効率よく収集できるっていったところで、試すことであったりとか、調べるっていったところのテーマと時間を節約していただけます。で、過去にですね、約200本ぐらい、撮影ノウハウに関する動画を投稿しておりますので、体系的に知識を学ぶことが可能になって いるので,ですねぜひ、初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますね。動画内でまあ学んでいただいたことであったりとか気づき、まあ、お気軽にコメント欄に書いてもらえると嬉しく思います。オートフォーカスってそんなに種類あったんですねとか、アイ操作と造名操作ってそういう違いがあったんですねみたいなところをね、書いてもらえると嬉しく思います。でもし、あのカメラを頑張っているご友人の方がいらっしゃったら、あなんかオートフォーカスについて語ってる人おったよみたいな形でね、この動画をシェアしていただけると嬉しく思います。 でではですね早速進んでいこうかなと思うんですけどもまずはオートフォーカスの種類とコントラストオートフォーカスについて学びましょうまあ3ステップあるかなと思ってコントラストと位操作と増名操作の順でお話ししていきますねそもそもオートフォーカスっていうものなんですけどもピントの合わせっていったものがありますよねあれを ま、カメラ側が自動でしてくれることなんですよ。ピント合わせって私たちがこのフォーカスリングのところをくるくる回すことによって、マニュアルでこう覗きながら合わせることもできるんですけども、カメラ側でもう半押しした状態でピピって合わせてくれる。まあ、こういったものがオートフォーカスかなっていうふうに思ってください。で、多くのカメラはですね、この時にコントラスト検出方式っていうピント合わせの、ま、技術が用いられていることが多いです。で、センサーに映る像っていったものを調べてもらって、レンズを前後にちょっとね、 カチャカチャカチャって動かしながらコントラストの高い位置でピタッて止めるような仕組みですただですねこの方式やと例えば模様のないめっちゃ晴れた空であったりとかこういったね白い壁みたいなところもしくは暗くてコントラストがはっきりしないところ暗くてコントラストあらへんけどみたいなところの時はオートフォーカスが迷っちゃうんですよねコントラスト見つけれないんでどっかないかなどっかないかなってずっとオートフォーカスが 迷っっっっちゃうみたたたいいいなとところががあありりまますすそれのののの対策とししててて複数のピント合合わせの方法っていったものを兼ね揃えている場合があったりしますコントラストオートフォーカスのみに任せてたらこういったねあの特徴のないというかコントラストがないようなところになるとずっと迷っちゃうのでそういった時は別の検出方式っていったものを採用してピントを合わせるっていうような兼ね揃えたやり方っていったものがありますでオートフォーカスとして次の3種類がまあ主流かなと コントラストオートフォーカス、増面操作オートフォーカス、え送サオートフォーカスっていうとこの3つがあるかなと思います。で、コントラストオートフォーカスですね、1つ目。 レンズを通してセンサーフィールドっていう領域のコントラスト部分を測定し合唱する方法。うん、まあ、コントラストの高いところを見つけて、まあ、ピピッて合わせているもんやなっていうふうに思ってもらえたら OK です。コントラストが検出されるまでピントレンズを動かす合唱方法なので、音カ果そのものは距離の測定っていったものはしないです。ということはですよ、被写体がカメラに ビアって近づいてきたりとか、めっちゃビアって離れたりとかね、したときに、コントラストの部分を失ってしまうとうまく機能しない。さっきのこういうのね、白い壁みたいなところで、コントラストが結局見つけれんかったらうまく機能しないっていったところが弱点としてあるんですよね。で、結果ですよ、素早く動く被写体コントラスト検出したのにヒヤってどっかに行っちゃうみたいなときは、コントラストっていったものを損失しやすいんですよね。なので、結果的に、んー、苦手というか不利。 なので、スポーツとか動物とか結構動き回るものっていったものは苦手やったりもします。ただ、位相差 AF、後ほどね、お話しする位相差 AF のような専用の部品っていったものがコントラストオートフォーカスにはないです。不要なので、センサーに映った画像を合掌に使うため、位相差 AF よりオートフォーカスの精度、速度じゃなくて精度っていったものはちょっと高い傾向があります。なので、精度は高いんやなっていうのはコントラスト AF の特徴やと思ってください。 で、その2に移りますね。つまり、精度はいいけども、速度はちょい微妙。みたいな感じですね。コントラスト AF っていったものは、えー、レンズを何回も動かして、コントラストが高い位置を探す必要があるんですよね。そのため、仕組み上、位相さ AF より、まあ、合唱速度は、こう、ね、ずっとコントラストを探しちゃうので、うん、遅くなりがちかなと。で、そして、 コントラスト AF っていうのはメカニカルシャッターとか反射ミラーがない、まあ、デジカメでね一般的に採用されているものやと思ってください。で最近の一眼レフカメラなんかはライブビュー撮影時のピント合わせに コントラストオートフォーカスと位相差 AF のハイブリッドな組み合わせっていったものが増えてきてます。なのでライブビュー撮影でもものすごくスマートなフォートオートフォーカスというかピント合わせっていったものが実現できている機種が多いかなと。でそこに増面位相差 AF、後々にねお話しさせてもらう増面位操作 AF なんかを併用するとオートフォーカスの追尾機能みたいなものが大幅にアップするのでもう最高の写真のアシストっていったものをしてもらえるようになります。 その3ですね。コントラストオートフォーカスを位相差 AF とか、造面異操作 AF と比べちゃうと、メリットと、まあ、デメリットがどうしても出てくるんですよね。それぞれのオートフォーカスっていうものには。で、メリットの場合、コントラストオートフォーカスで言うと、専用のオートフォーカス機構っていったものが不要なので、コンデジとか一眼レフ、まあ、ミラーレスも含めて、スマートフォンなんかどんなというかいろんな機種っていったものに搭載が可能になってます。で、動画撮影とか、 ライブビュー撮影で使える位相差 AF っていったものは、まあ、動画であったりとかライブビュー撮影にはちょっと、まあ、不向きかなと。で、異操差 AF と増面操作 AF より先ほどお伝えしたように精度が高いんですよね。オートフォーカスの精度っていったものが高いです。それは実際の画像を使用してコントラストを検出しているっていったところがあるので精度は高いっていったところがあります。逆にデメリットはじゃあ何っていったときにコントラストを まあ、探すというか見つけるまでは合唱するっていう方法があるのでん、どうしてもオートフォーカス速度っていったものが遅くなりがちっていったところが、まあ、弱点としてあるかなっていうものがあります。これがコントラストオートフォーカスの話ですね。次、位相差 AF について。 お話ししていきますすつ目で位相差オートフォーカスっていったところで、まあ、入射光っていったものを2つの画像に分割して結像した2つの画像の隙間からピントの方法と量を決める考えうん何のこっちゃかいっていう感じだと思いますで異操作 AFF センサーと入射光の分割によってここでセパレーターレンズっていったものが必要になってくるんですね で、コントラスト AF と比べると、まあメリットとデメリットはこういったものがあるんだっていったものを把握していただけたらなと思うんですが、位相差 AF は、コントラスト AF に比べるとですよ、高速なオートフォーカスっていったものが可能になります。さっきね、オートフォーカスちょっと、うん、速度は遅いかなとおっしゃってたんですが、まあ位相差 AF の方は速度はちょっと速くなりますよと。で、動きのある被写体を撮る際には強いですよと。 でじゃあ逆にですよ、コントラスト F に比べるとデメリットはも,もちろんあります。採用できるのが、まあ、構造的に、まあ、一眼レフのようなちょっとおっきめのボディに余裕のあるようなものが、まあ、メインになってくるかなと。ただ、入ってくる光っていったものを仕組み上ミラーで分岐させる必要が ああるののでで動画撮撮影影っっったたたりりとかライブビュー撮影っていったものには不向きしますなので一眼レフやったとしてもライブビュー撮影をするときにはちょっといまいち使えなかったりもしますね。あとは即拠点を増やすのが苦手でオートフォーカスエリアっていうものは主に中心部に偏りがちです。なので一眼レフなんかを使われてる方であれば違和感なくねこの右下のオートフォーカスエリアのものを見てもうんそんなもんだよねと思われるかなとは思うんですがミラーレスされて を使わこういったオートフォーカスエリアっていうものがどうしても中心に偏、えー、りがちっていうようなん、まあ、弱点というかデメリットっていったものはあります。2つ目ですね、位相差 AF についてなんですけどもこの位相差 AF っていったものはセンサーに入る光の量が減る傾向があります。 なので、どうしても暗いところでのオートフォーカスの動作っていうのは、うん、苦手なところがありますね。で、いろいろ、まあ、採用する手間とか、こういった苦手なところはあるんやけども、動きのある被写体ですよね。早く動いちゃうようなものは、コントラスト AF が苦手な撮影対象でもあるので、動きの速い高速なものに対しては、 位相差 AF ってていうものは大活躍してくれますなので、コントラスト AF でスポーツでとかあったりとか動物とかそういったものを撮るときにあーってなったときに、まあ、こういった位相差 AF を搭載しているカメラであれば、まあ、ピピッと。 スマートにに合わせてくれることが可能になりますで私がですね、この D780 で、光学ファインダーとライブビュー撮影を併用する撮影スタイルっていったものをする理由はですね、人物と野鳥などの撮影対象がまあ特徴的にね、あの動きのスピードとか、まあ、AF のうーん使い方っていったところにちょっと特徴があるので、それぞれに合わせれるように、まあ、正直なところ、もう今のミラーレスであればどちらも対応できるとは思うんですが、 どうしてもやっぱなんかねあの心理的に高額、まあ、ファインダーで動きあるものは撮ってで余裕あるものは人物あんまりそこまで動かないものであれば、まあ、ライブビューも併用してあのいろんな、えー、画角アングルといったものを、えー、表現として使いながらまあ、撮っていきたいなっていったところがあってこの D780 なんかであれば下の方に書いているようにこの 光学ファインダーのこの部分ですね。この部分は位相差検出方式です。ちなみにフォーカスポイントは51点。真ん中に51個キュッて集まっているようなイメージですね。TTL の位相差検出方式になります。で、ライブビューのこっちの画面の方ですね。こっちはハイブリッドなオートフォーカスになってます。で、ハイブリッドのオートフォーカスってなんじゃらほいっていう話になった時に、位相差 AF とコントラスト AF の組み合わせです。1個前の D750 っていうカメラが、 コントラスト AF のみやったんですよねでライブビュー撮影の時に正直コントラスト AF だと、まあ、精度はええかもしれんねんけどその前に速度がすっごい遅かったビヤ,ビヤービヤービヤービビみたいな感じだったのでここがちょっとライブビューとしては人物をうんというか全体的にちょっと使いにくいなっていうところがあったのでここは D780 で大きく改善された一つのポイントになってます次はですね造面操作 AF について 3種のののオーートフォーカスの中の3つ目になりますねこの増面操作 AF っていったものなんですけども2つの画像の位操作を検出して合唱するまでっていったところは位操作 AF とまあ仕組み的にはめっちゃ似てますよねけど実は少し違うところがあってセンサーそのものに独特な部品っていったものを入れることによって位操作 AF のような 専用の AF 機構っていったものが不要になります。なので、位操作 AF の時は、専用の AF 機構っていったものをちょっと搭載線といけんので、まあ、ボディに余裕があるというか、そこだけちょっと大きくなっちゃうところがあるんですけども、増面操作 AF の場合はですね、もうセンサーそのものに独特なとか独特、うん、ちょっと特殊な加工をしちゃうっていうところが、うん、部品。 入れるることによるのでもうセンサーそのものに搭載するので位相差 AF のような、まあ、場所はそんなに食わんっていったところがありますで造名相差 AF をですねコントラスト AF とか位相差 AF と比べると、うん、何がちゃうのっていった時になった時にメリットとしては専用の AF 機構が不要先ほどねお伝えさせてもらった専用の AF 機構が不要なのでコンデジミラーレス 一眼レフスマホいろんなものに搭載が可能になります。で、コントラスト AF よりも動作が素早くて、位相差 AF もよりも、えー、精度が高くできる。うん、めっちゃええやんっていう多分今思われたと思います。コントラスト AF は精度がいいけども速度が遅かったよねって話をしたんですけども、コントラスト AF よりも素早いですよと。で、位相差 AF は、 え速度はまあ速いんやけど精度はちょっとコントラスト AF に負けるかなって思ってた時にこの増面操作 AF は異操作 AF よりは精度が高いですよとなのでコントラスト AF と異操作 AF の弱点をそれぞれ補填したような位置づけになってきますねでこの増面操作 AF のその2なんですけどもデメリットももちろんあります異操作 AF に比べるとですよ異操作 AF に比べるとほんの少しオートフォーカスの動作っていったものは 劣る傾向がありますなのでコントラスト AF 増面操作 AF 位相差 AF みたいなスピード感で思ってもらえたらいいですでオートフォーカスセンサーの数と、まあ、画素数っていったものが一徳一室で両立性がどうしても実現することって難しいんですよねなので画質っていったものを優先するとオートフォーカス性能っていったものは落ちちゃうしオートフォーカス性能っていったものを 優先すすると画質っっっっててていいたたももののは落ちてしままう傾向っていったものがありますで、この全画素っていったものを二分割する方法っていうものの時は消費電力が結構多いんですよね。なので結果的に、うん、省エネにはならないっていうかまあ結構バッテリー食っちゃうっていうようなところがあります。ただ個人的には撮影効率が上がるのであればバッテリー消費って許容範囲かなと思います。確かにそれは 10分20分で電池切れたってなるとちょっと辛いところはあると思うんですけども、数時間ね、持つんであれば、もう予備バッテリーであったりとか、そういったところで対応して、撮影の効率っていったもの、カット数を多く稼ぐっていったところを考えると、バッテリー消費なんかはまあ許容範囲かなというふうに思ってしまいますね。位相差 AF と一緒で、暗いところでのオートフォーカス動作っていったものは、増面異操作 AF は、うん、まあ苦手な、部類やと。 でメリットとデメリットって、まあ、それぞれあるんですけども、まあ、この増面操作 AF っていうのはなかなかの、まあ、優れもんだなっていうところで、まあ、増面操作 AF 搭載ってなってるとおおっていうふうにちょっとええやんっていうふうに思ってしまうところの一つかなと。でこういうふうにいろいろ語ってきましたがオートフォーカスっていったものはコントラスト AF 増面操作 AF 位操作 AF っていったものが、まあ、主流としてありますよと。 で、オートフォーカスの精度と速度、それぞれの精度と速度の、まあ、軸が、評価軸みたいなものがあって、それぞれに、まあ、差があるんだなっていう風に感じてもらえたらなと。で、それぞれの弱点っていったものがあるので、補うために複数のオートフォーカス方式っていったものを組み合わせている場合もありますよと。で、そしてですね、このオートフォーカスに必要な部品っていったものがある場合は、搭載に向いてるカメラ、まあ、一眼レフの方が 搭載しやすすいですよとかこれは別にそんなに AF 機構っていったものがまあ大きくならないのでコンデジとかミラーレスにも搭載できますよみたいな搭載に向いてる向いてないみたいなものがねカメラとして種類がありますよっていったところがあります。で私の経験談に移るんですけども今までですね使ってきたカメラっていったものを思い返すと光学ファインダーは位相差 AF。 ここですね。上の部分、覗き込む方ですね。位相差 AF で、ライブビュー撮影っていったものは、コントラスト AF のものが多かったです。なので、まあ、数年前のカメラって大体こんなもんやったかなと思います。で、自分が撮る対象がどんどん変わっていくにつれて、ライブビュー撮影っていったものを活用する場面が増えてきたんですよね。まあ、初めはずっと高学ファインダーでバババババって撮ってたんですけども、ちょっといろいろ撮影対象が変わっていくために、こう、チルト液晶をこうして、ライブビュー撮影をするようなところが増えてきたので、そこで、 このライブビュー撮影がコントラスト AF のみの機種。例えば、こういった APS-C のちょっと前の機種ですよね。こういったものはコントラスト AF のみの種類にというか機種になりますので、私の撮影スタイルにはちょっと効率が悪いことからですね、こういったハイブリッドの方ですね。 この子ですね D780 のようなハイブリッドの AF 位相差 AF とコントラスト AF を採用した D780 っていうものに買い替えをしたっていったところがありますで光学ファインダーとライブビュー撮影どちらもですね満足いくオートフォーカス速度とオートフォーカス精度での撮影っていったものが すごく実現できるようになったっていう、まあ、テンポが良くなったパパパパパパカシャシャカシャシャみたいな形でテンポをよく取れるようになったなっていうのは本当に実感をしているところがあります。で近年 ま、登場してくるカメラっていうのは、どうしてもオートフォーカス速度とか精度、どちらもレベル高いなっていうのは思います。なので、不満に感じている方が最近のカメラで、そこそこの値段、ま、5万、10万、20万出したカメラで、なんか速度も精度も、なんかいまいちやなって思われている方は、そもそも撮る環境がめっちゃ暗いとか、そういっためっちゃ撮る動くのが早いやつとか、除いて、 なんとなーく、いまいちやなーと思われている方は、もしかしたらボディ側のパワーではなくて、レンズ側のパワー不足っていったところがあるかもしれないので、そういった方は、レンズ側のオートフォーカス性能をこだわってみる、こだわるというか、疑ってみるっていうのも解決の一つかなーとなので、まあ、ご友人なんかでね、ちょっといいレンズっていったものを、オートフォーカスが爆速のレンズみたいなものを持たれている方がいらっしゃれば、ちょっとね、まあ、お借りしてとか、レンタルでもね、今、レンズっていったものは借りることが可能なので、そういったものを 一時的にちょっと試してみてそれでも速度遅いし精度も悪いってなると、うん、ちょっとボディ側にも要因あるかなと思うんですがそこそこの値段出したカメラで、うん、撮影をしているのであればもしかしたらレンズ要因っていったところがあるかもしれないのでそういったところも疑ってみてはいかがかなと今回はですねまあオートフォーカスの種類がたくさんあるのでどれがどういった特徴があるのかであったり、えー、どれが このカメラに搭載されているのかの見方みたいなものをですね、お話しさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。またね。